はい皆さん毎度毎度何もしてなかったらそういうことになんないんだけどパーマかけたりヘアカラーしたりすれば、まあ、必ず傷むからねで毛染めもね無理ーすりゃ断毛になりやすいよね。解消・枝毛切れ毛になりにくくなり串通りが良くなる。 まあ普通にコンディショナーかなんかつければまあ普通によくなるけどそれでもダメな場合っていうのは相当傷んでるよねこれ髪の毛が治癒するわけじゃないからね何か塗布してねまずね毛染め安い毛染め使ってんだったらそれの見直しね高級毛染めをつけるねあの高級毛染めで施術するパーマ液も見直しするうちはパーマ屋だからねどうしてもパーマの話になっちゃうけどね なんかさあの痛むからって弱い薬使ってかかんねえから長い時間置いたり塩、ね、石ぶっ込んだりすると余計痛むんだよね強い薬でさってやった方が痛まない場合が結構あるよね部屋カラーもそうだよね退職しやすい毛染め白髪染めてもすぐ退職しちゃうとかね毛先がねあの変な色になっちゃうっていうのそういう方はもう来るたび来るたび毛先まで染めなきゃいけないっていうのやっぱり髪の毛ダメージ増えるよねで治癒しないからね 髪の毛ってのはねあのまあ爪と一緒でね割れた爪っていうのはもう絶対くっつかないわけだからね <laughs> ああまあアロンアルファで貼るってなるかもしんないけど髪の毛はそうはいかないからね髪の毛ね枝毛になりやすい切り毛になりやすいね何かしたからって治癒するわけじゃないよね切る以外に方法はないよねこれなんかさ切りたくない人がこういうの見るとねあ,あこういうのいいかしらってねついうっかりねフラフラって入っていっちゃうんだよね。<laughs> でもってかあんまり改善高い金取られたのには改善しないと。ふけが多い。うん新陳代謝を良くするため12か月で正常なふけの出方に戻るこれもうまいキャッチコピーだよね。ふけが多いったって人間みんなふけが多いんであってね乾燥すりゃふけが出てくるしねふけがない人ってのはいないけど自分なんか若い時からふけが多かったよね。ふけが出ないってのはおかしいんだよね。だけどが出ない人ってのは フケの大きさがさ小さいのかな本当に微粒子粉状でさ出てんだか出てねえんだかわかんないでさもうあの風とともにさりさってっちゃうつの吹き飛んでっちゃうつのだからかフケが大きい人っていうのはね目立つよね肩についフケが落ちてるとかねでシャンプーもちゃんとしたシャンプー使ってたと思うけどやっぱフケってなかなか自分多かったよねあのスーツ着るとね濃いめの色の服着ると本当にフケがね肩に乗っちゃうつの あれ髪の毛かいたり触ったりするからいけないのかねもうふけ出さないのにはもう髪の毛触らないっつうの <laughs> それが一番いいねそうするとふけなんか落ちないよね基本的にね <laughs> どうなんだろうね自然のツヤが出ないムースジェル薬を使った人工的なツヤではなく髪本来のツヤがよみがえるどうやってよみがえらすのあのやっぱりめないのが一番だよね損傷させないね若い人だったら毛染めも控えるね パーマもしないね傷まなかったらツヤってのは自然のツヤだよねだから毛染めした何した白髪染めしたっては痛むし年齢とともにツヤがなくなるしねまあでも年齢的にね白髪は染めなくちゃいけないパーマかけなくちゃつぶれちゃうだそりゃなもうツヤがなくなるよねそれをねツヤがない髪の毛を科学的に何とかしようってうのはちょっと難しいよね物理的にさカーラーで巻いちゃった方がツヤ出るよね やっぱり何人かほら最近ブローだとやりにくいお客様カーラーで巻いちゃうんだけどねやっぱりツヤいいねホットカーラーで巻いたらやっぱりツヤってかって方だもんね髪の毛ねの全然若さが違うよね <laughs> <laughs> はいお疲れ様でした